香川県最大のお茶の産地が薬用作物を使ったビジネスを始めます。三豊市の茶業組合が漢方薬でおなじみの高麗人参を水耕栽培する工場を作り、国内でのシェア獲得に挑むことになりました。長さ20センチほどの白く細長い植物、滋養強壮に効果があるとされる高麗人参です。水耕栽培の高麗人参いただいてみようと思います。生で食べられるということです。淡白な色なんですが、しっかりとした苦味があり、一般的な高麗人参と同じような味がします。三豊市高瀬町では地元の茶業組合が高麗人参を水耕栽培するおよそ150平方メートルの工場を作りました。高麗人参の水耕栽培は産地の韓国で考案された画期的な方法です。土の中で数年かけて栽培していましたが、温度や湿度、水の量をコンピューターで管理し、1ヶ月ほどで栄養価が高く出荷に適した状態にできるといいます。금산군에서는황토재배를합니다황토그러니까육지에재배를하다보니까이알이크고수경재배는물에서재배를하다보니까자그마하게한달정도에서40일사이에다커서납품을하게그래돼있습니다高麗人参は健康志向の高まりから薬膳料理に珍重され、輸入に頼らない国内栽培に期待が寄せられています。三豊市は県内最大の茶の産地ですが、大手メーカーの緑茶飲料に押されて生産量が減っていて、高麗人参の栽培に活路を求めます。やっぱりお茶を残していきたいと、そういう思いで、もう一つの柱ですね、これを作っていきたいと。組合は来年1月には試験的に出荷を始め、将来的に1本400円ほどで年間50万本の出荷を目指します。